あ、いいです、皆さん。はい、皆さんこんばんは。やってまいりました、火曜日の夜7時。見てますよね、ツイキャスの皆さんはね。エリューの愛でソロブリー始まりますよ。2時間どうぞこちらに耳を傾けていただけたならもう最高かなと。この番組はね、やっぱりリスナーの皆さんと一緒に作り上げていく番組なので、どんどん参加していってください。なんてね、言葉ではいいこと言うけど、丸投げっていうようなところもあるのかという人もいますが、そんなことはない。もうリスナーもパーソナリティもみんな一緒で楽しくやっていきましょうよという感じでいきたいと思いますが、今日のテーマは Facebook の方にもアップしましたが、逃亡したいとき、ああもう逃げたい、あれやめたいっていう時あるよね。あります、ね、あります、ある、全然あります。どんな割合である？どんな割合？1日のうちで何回かとか。1日あるかないかぐらいですかね。本当？はい、そのぐらいです。1日のうちに何回かあるかないか。そうですね、なんか結構頻度高いね。高いですかね。高い高い。本当ですか？どんな時？ああ、でも今聞くとまずいか、テーマの話になるね。ちょっときますか、はい、ちょっとなんかそうですね、ツイキャス見てたご覧の皆さんはきっと何が起きてるの今日のって思う方と、あ、いつも通りだなと思う方といらっしゃると思いますが、そうなんですよ、今日ね、ゲストがお見えになってます。どん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 こう紹介していきたいと思うんですが、10分頃になったらその話に触れていこうかなと思います。平常心保ってるように見えますでしょうが、エリューはとっても今日緊張してます。なぜね、先輩方というかね、いっぱいいっぱいね、ちょっとプレッシャーっていうぐらいカミカミにならないように頑張っていきたいと思います。今日もいっぱい溢れさせていこうね。頑張っていきましょう。今日も愛感じて生きてた？今日も愛、ちょっとまだ感じてない。この番組で感じます。はい、感じてなかったの？なんだ、私はもう夢の中から朝起きた瞬間、もうバッチリ感じてますよ。くたびれてますけど。はい。そんな感じでちょっとやっていきたいと思いますが、そうですね、テーマの逃亡したい。二次元目に入っちゃうかね。そうですね。皆さんどうぞそれに関したお話も、そうじゃないお話も、愚痴りたいこともどんどん話していっていただけたらなと思います。今日の、早速来てるコメント、ザキの方から行く？あ、じゃあ自分の方から、はい、お願いね、と思います。シロさんから、はい、はい、熱い男三条熱男です。はい、シロくんこんばんは、今日もよろしくね。はい、ハッチホーミーさん、はい、エリューさんこんばんは、とザキもいますよ、はい、お願いします。はい、シロさんが続きまして、サンピンチャーをどうぞと。ありがとうございます。はい、で、はい、年齢層高めに見えますが、わらと。そんなことな、違うよ、表現違う違う、年齢層高めじゃなくて積み重ねた人たちが来てる。今日若干私若く見える？気のせい。ちょっとね、もしかしてカメラに映ってない、先生ですか？違うんですか？娘？ああ、そうなんだ。ちょっとこの間はもっと若い娘さん見てましたが、そんな中ちょっと皆さんには意味不明な発言が多いと思いますが、これから紹介していきたいと思います。ではではでは、10分頃からなんて言ってましたが、もう始めちゃいましょうかねっていう感じで、
はい。ですね、今日、ゲストでお見えになってきていただいている方は、県立真和志高校の、PTA 役員の方と、卒業生の方と、OB の方と、先生も来てらっしゃるんですよね。はい。で、最初にね、私の方から、真和志高校のイメージというかを話させていただくと、実はうちのジャンボが真和志高校にお世話になってまして、今3年生なんですけど、一回高校入試失敗してるんですよ、うちの次男坊。震災でこっちに来てから学校にもちょっと行けなくって、なんか出会うことに恐怖を感じてたというか、で、そんな1年失敗したおかげで、真和志高校との出会いがあって、失敗したっていう言い方よりも、なんだろうな、そこで学校行けなかったというか、行けなかったこの1年間のおかげで、学校に行ける幸せというか、それをなんかこう溜め込んでたような気がしますよね。本人も言ってました。学校ってこんなに楽しいんだって。ただ一番最初はうちの息子が受験の時に言った言葉が、お母さん、ヤンキーとオタクしかいないかもしれないって言って帰ってきたのが一言目で。で、二日目。受験って二日間あるじゃないですか。二日目。なんか熱いものを感じた。なんか見た目じゃないものを感じた。俺受かればいいなって言って帰ってきたのが、受験の二日目で。今ちょっとね、転勤なさられた下地先生という方が、ちょうど面接官だった。なんかその時の印象がね、とても強くって、すごいこの受験の発表まで。合格発表まで、もう何とも言えない、もう絶対入りたい、絶対入りたいっていう気持ちが、合格通知というか、合格発表で、もう爆発して、早く入学したい、入学したいっていうのから、入学して、この3年間、学校ってやっぱり楽しいね。1年間、学校に行けなかった1年間は、きっと、本来あるべきなんか学校に対する気持ちを感じるためのものだったんだねって言って3年間過ごせて、今次の進路に向けて頑張ってるんですけど、私から見て真和志高校ってもう一回高校に入りたいなって思った高校だったんです。で、なんかどっからどうなったかわかんないんですけど、PTA 役員になって、で、なんか皆さんと初めて顔合わせた時に、思わず涙して、私もこの学校に入りたいって言っちゃったぐらい、愛を感じた学校でしたね。で、なんて言うんですかね。ちょっとこの表現がいいのか悪いのかわからないんですけど、なんか子供たちにとって最後の砦のような、そんな感じを保護者として感じたのも確かでした。なんかなんだろうな、頑張って、学校に入って、そしてそこで、なんか先生たちが両腕を、なんていうのかな、両手を広げて受け止めてくれた。そしてこの入ってからの、今までやっぱりこう、いろんな環境の中で育ってきた子供たち、傷ついて、今まで生きてきた子供たちが、なんか、この学校に入ったことによって、人との信頼関係とか、関わりとか、そういったものをね、多分ここで初めて感じたんじゃないかなっていうような、場所というのを私は感じたので、本当に最後の砦という感じがして、なんかいろいろこう、役員会とかにも顔を出すうちに、親同士もこう、ちょっとこう、なんて言うんですかね、役員としての話というよりも、人と人とのつながりだったり、親と親同士のこの悩みとか、本当にいろんな部分で、温かく関わっていく、時には厳しく関わっていく。家庭内で普通、こう、ちょっと恥ずかしくて言えないような話も、いろいろね、OB の方に相談したりとか。まあ、不思議なことに、今日もここに、いらっしゃるんですけど、うちの娘はもうとっくに卒業してるの。でも、真和志高校に恩返しがしたくて、ずっと私は役員引き受けてるのよ、という
方との出会いが私は大きかったんですよ。まあ、後で、紹介しますが、ちらっとね、名前言うと、新里さんという方なんですけど、この方との出会いは、私もやっぱりこの PT 役員に、入ってよかったな、いろんなこと学べたな、っていう学校で、PT との関わりでした。で、それで、なんとこの回し高校の今日ね、関係の方たちがお見えになっているのは、とってもなんか素敵な今度イベントがあるんですよね。てなわけで、それはもちろんなんかこう来ていただいた方に紹介していただくとして、ではまず自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい。はい。教頭先生からどうぞ。教頭先生だったんですか。私からいいんですか。初めまして。初めまして。回し高等学校、はい、教頭の嘉数治と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、なんか初めまして。初めまして。ずっと学校に顔出してないのがバレバレという。はい。よろしくお願いいたします。はい、今度は回し高校が、50周年ということで、はい、それに向けて規制委員会を立ち上げまして、はい、それの規制でもありまして、はい、また卒業したのは30期でございます。はい、それの規制委員会長をしております崎美沙淳と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、はい、はい、回し高校体育科職員の荒垣博明と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。新田さん、はい、P の新里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどちょっとねお話しした新里さんという方が今の方です。はい、先ほど P の新里の娘の新里舞子です。よろしくお願いします。卒業生なんですよね。はい、何年前に、3年前ですかね。3年前、はい、そっちの話もいろいろ聞いていきたいと思いますね。はい、ではちょっと寄りますか。ちょっと椅子詰めて。はい、こんばんは。こんばんは、はじめまして。私も3年前にと言いたいんですが、もう一桁の7期生ですね。はい、伊江美恵子と申します。よろしくお願いいたします。交通情報でおなじみの、はい、ラジオで交通情報やっております。はい、こんばんは。私は8期の中高年のアイドル宮良和代と申します。先ほどの芽衣子さんは沖縄県民のアイドル道路情報センターの伊江美恵子さんです。よろしくお願いいたします。そうですよ、なんかどっかで声聞いたのかと思って。ラジオですから皆さんよくわかるかと思います。私なんか声聞いて、あれこの声、あれと思って、いや、どんどんプレッシャーかかるじゃないですか。そんなこんなで、2時間やってまいりたいと思いますが、今日1時間、たっぷり時間取ってありますので、もちろんこの50周年の、記念式典のお話だったり、どうぞどうぞ寄ってください。この回し高校のね、こんな高校ですとか、卒業生もせっかくいるので、つい最近卒業された方と歴代の卒業生といらっしゃるので、アイドルも来てるということで、どんどんこう盛り上がっていきたいなと思います。ではまずその50周年のお話というか、日にちとか教えていただけますでしょうか。はい、50周年を回し高校、今年の、10月27日が創立記念日なんですけども、この記念式典を11月の13日日曜日ですけども、から行います。で、時間の方ですけども、講演会もが終わった後に式典の方が11時から午後の1時半まで、でその後祝賀会ということで2時半まで予定しておりまして、たくさんのご来場をお待ちしております。会場は回し高校の体育館でございます。で、回し高校は実は50年歴史経つんですけども、大変最初創立の頃、校舎が、間に合わなかったということで、おそらく、そういう学校も珍しいかと思うんですけども、入学式を、第1回の入学式を大野山陸上競技場で行った。そして1学期の間ずっと大野山の陸上競技場のスタンド下で100名の授業を行ってたということで有名なんですよね。崎見会長はそれに
参加してるというか授業を受けたんですね。もうその話を聞いただけでなんかグッときて、あのちょっと涙腺が緩んじゃってきてるんですけど、ぐわー、まあ、今のすごいですね。今の状況ではちょっとね、あの考えられないことなんですけども、はい、当時はあの入学式までに校舎が、はい、あの間に合わなくて、はい、約1学期間あの尾上運動陸上競技場、そこのスタンドの下に、仕切り場をつけまして、はい、そこで2クラス一緒に、授業してました。もちろんあの床はもう土ですね、はい、そこの絵であの1学期間もここで勉強しまして、今振り返ればあのいい思い出になってますね。そうですよね。それは1期生の方が体験した感じで、はい、うわ、じゃあもうあの2学期からはもう新しい校舎に入って、まあ、新しい校舎はできてはいるんですけども、はい、逆にまたあの運動場とか、はい、そういうのがほとんど整備がまだ行き届いてなくて、体育の授業はもう整備とか、あ、そういうふうに代表を通じしておりましてですね、あ、はい、もう当時は本当にあの町高校は、はい、周囲が、はい、あのサトウキビ畑、うわ、そういう状況な学校でしたから、今ではもうだいぶだいぶ変わりましたけども、はい、そうだったんですか。なんかこう、私はあのちょっと宮城県出身なので、沖縄っていうとこのサトウキビ畑っていうイメージがあって、沖縄に初めて来た時都会じゃないって思ったんですけどなんかこういうふうにねお話聞いて、あのその当時はねサトウキビ畑でって聞くと、なんかもう風の声が聞こえてくるというか、そうなんだな、そうだったんだなっていう感じがしますね。そよ風が吹いて素敵なところでしたよ。あ今もなんかすごい風が気持ちよく感じる場所ですよね。そうなんですね。あの、はい、マーシ高校の周辺が、はい、まあ、方言ではヒーサバル、ヒーサバル、まあ、あのヒーサっていうのはもう寒いというような意味なんですけども、このヒーサバルと呼ばれてるぐらい風が吹き抜ける場所で、はいはい、冬は非常に冷たい風でも、今崎見会長がおっしゃったように、はい、春から夏にかけて秋にかけてはとても爽やかな風が吹き抜けていくっていうような丘、綺麗な場所なんですね。あの子供をこうたまに送ってったりするんですけど、迎えに行ったりとか、あの本当にあの眺めがいいというか、夕焼けなんかも素敵ですよね。なんか青春してる感じがします。はい、体力ついていきませんが、あ、なるほど、売店があったんですか。そうなんですよ。うわ、そこはロケーションも良くて、はいはい、で売店が校内の中にあるってなかなかありませんよね、はい、でそこでですね、皆さんやはりあの普通に買いに行ける状態、はいはい、キャンディーとか、え、売店でキャンディーが売ってた。先生にもご相談しました。あ、先生に、先生でラグビーの、はい、ラグビー先生ピクッと反応、反応しちゃいますね、はい、私なんかもね、はい、私の高校にもあのなんかすいませんね、なんかこうこういうなんか話すいません、高校にも売店があったんですけど、あのなんか沖縄の雰囲気とちょっと違って、先輩がいなくならないと売店に行けない、そういうなんか年功序列じゃないけども、かなりで先輩たちさっさと買ってどければいいのに行かないんですよ。だからなんか沖縄に来てあのみんなこう楽しくやってるのを見るといいなと。どうでした、先輩と一緒に。そうですね、はい、あの私の場合はそういうとそういう違和感など感じなくて、はい、普通の状態で和気、はい、あいあいっていう思い出しかないんですね。もしかすると逆に少しおいたのしていらっしゃる方は、はい、郊外にも売店などがあっていまだにとてもいい素晴らしい素敵な食堂があるんです。あ、知ってます、知ってます、あちらなんですね、はい、そこそこそうでない方もいらっしゃっても、はい、そこまであの品種を買うような場所でもありませんでした。あ、なるほど。だから今でこそそこの売店のオーナーさんや食堂のおじさんおばさんたちに見守られてっていうのかな、はい、私たちはそこで育った部分も多分あるかと思います。なるほど。一番だるま食堂さんは、はい、出ましたね、だるま食堂ま、ね、私出していいのかどうか迷いながら誰か出してくれればそれでいいかと思って素晴らしいとこだったんではないかと、思い出のやっぱ一コマの向こうは皆さんあると思います、ね、あ、なるほど、でそのなんか今売店の話出た時に違和感なく、先輩も後輩も違和感なく
いましたよっていう話からも来るように、今回やっぱり50周年のこの記念式典で、はい、もう先輩、本当にもう代々ね来てる先輩たちがわーっと一気になんか集まるんですよね。それが11月の13日日曜日ですね。日曜日ですね、はい、第2日曜日でしたでしょうか。第2ですね、はい、はい、それはあの式典ということなので、どんな形で50周年の、はい、創立の50周年というのは高校の、はい、まあ、創立記念というかそういった式典の中でも大変大きく、はい、あの行われる行事でありまして、この50とあと100周年というのは特別なあの式典になっています。そのために、各学校ともこの50周年の式典あるいは100周年の式典には県の教育長をお呼びして、で祝っていただくということで、今回は碧市精進教育長をお呼びしております、はい、ただ式典50周年式典あの実際は日曜日、はい、各学校いろいろ重なっているものですから、どなたがいらっしゃるかっていうのはまた、はい、そうなんですよ、お願い、お任せしている感じになります。なんかきっとこの11月13日って本当に特別な日なのかもしれませんよね。実はあのうちのおちびちゃんの学校もあのステージ発表があって、ってなんか家族でどうするって言ったら、まずそれを見て、で子供、このおちびちゃんの出るのが終わった瞬間連れ去ろうという、それでそのまま真芦高校に行くぞって言ったら、あの全然関係のないって言ったら、まあ家族なので関係あるんですけど、娘がちょっと違う学校に行ってるんですけど、いいよ気にしないで、私最初に行ってるって言うんですよ、真芦高校に、うん、はい、ってどうするのかなと思いながら、でもあの高校が違うんですけど、真芦高校の子たちが、生徒さんたちがうちの娘をとってもフォローしてくれて、ちょっと傷ついた時とか人間関係でもういいお兄ちゃんお姉ちゃんをしてくれたんですよね、うん、でそれがあるので、なんかこう行きたいってなんかこう結構言って、いろんな事業参観だったりあの文化祭とか、なぜか関係ない娘がしょっちゅうなんか真芦高校に出入りして、あのみんなになんか本当なんかこう親では逆になんか親では言ってこないようなことを言えないこととか、あの それなり普通学校自分の行ってる学校の先輩に言えばいいものを、なぜかやっぱりあの真芦高校に行った時に、真芦高校のなんか直接関わってないけど先輩たちに話して可愛がっていただいてるんですよね。まあ、先輩方もそうなんですけどね、はい、ついあの50周年の記念 あの、はい、でちょっと学校をお送りしたんですけども、はい、ちょうどその時にあの生徒指導進路指導ですかね、はい、その方々が、4人の先生方が何やら深刻そうな話してるもんですから、はあ、その中でどういう話してるのかなと思ったら、ちょっとその生徒の件で、いろいろ悩みながら一人のあの、はあ、担当の先生が涙流してそういうふうなあの会話してるんですよ。まあ、それだけ子どもたちに対してそれだけ熱い思いで接してるんだなと、それを見て、ああ真芦高校すごいなと、先生方もすごいなと、そういう熱い思いをちょっと感じましてですね、あのそれはすごい感じましたね。あの私たちというか PTA のね、あの新里さん、あのPTA の、 あのいろんな作業で集まったりするじゃないですか、はい、そうするとあのちょっとこう真芦高校で何年か勤めた先輩の先生が新しく来た先生たち何名かとこうあのお話をしてるというか、はい、あのあそこはこういう風にした方がいいよとか、あその時どう感じたのとか、先生同士のコミュニケーションもすごいですよね、はい、ね、そうですね、あの、はい、まあ、転勤された先生、また退職された先生も学校に来ますし、はい、でまたいろいろアドバイスもらいながら、はいはい、一生懸命子どもたちと楽しんでます。あの、ま、何でしょうかね、あの学校に行くと親が元気になって帰ってくるありませんでした、あの新里さん。はい、はい、あります。あの教頭先生、あのやっぱりそういうのってあの
娘が他の学校に行ってるのでつい比べちゃうんですけど、居心地いいですよね、回し高校って。親が行っても。そうですね、だいたい親御さん来ていた、はい、学校に来ていただく時には、はい、まあ、何か指導があったりする時は、はい、まあ、来ていただかなくちゃいけないんですけど、はい、そうでなくても回し高校の場合は、はい、もっと相談、少し相談がありますっていうことがあった時に、はい、もう先生方、担任の先生方いらっしゃる、もちろん対応するんですけども、それ以外の先生方、教育相談であったり、もう他の、カウンセラーであったり、いろんな先生方が、はい、一緒に相談に入っていただけるっていう、なんか風土というか、そういったものがずっと出来上がっていて、で先ほども崎見会長あったんですけども、放課後とかも皆さん話がで、ちょっとまあ放課後職員室とかに集まるとですね、はい、いつでも生徒の話をしてずっと机に向かってる先生方っていう少ないんですね。もう集まったらその時には生徒の話をして、あの生徒最近こんなんだよねって、何かいいことあったみたいだねとか、あれは今悩んでるのかなみたいなことを話していてですね、すごくその話を聞きながら、あ、すごくこの先生方に生徒を預けていれば、あるいは自分のが親であっても子供を預けていればすごく安心だなという感じがする学校ではですね、はい、で本当になんかこの今こう学校に通ってる子たちを見ても、先生とかのこのなんていうんですかね、関わり見ても、学校っていうよりも大きな家族で、まして今回なんですかね、この50周年で集まるってことは、この今までこの大きい家族の代々本当につながってきた人たちが一堂に集まる、今回のあれなんですよね。今家族という話が出ましたけども、はい、実は周年授業の時にはどこの学校でも記念誌っていうのを作って、その記念誌にいろんな方々の文章を寄せていただきます。で一番もう感動するのが、今いらっしゃる先生もそうなんですけども、回し高校を卒業された先生方、別の学校に移動された先生方が回し高校のことをあの時ということで、あの頃ということで思って寄せていただく文章が非常にもう感動的なんですね。ですから今一生懸命記念室作っているところなんですけども、たくさん文載るかもしれません。先生方の寄稿が、回想が載るかと思いますが、ぜひ最初から最後まできちんと読んでいただいて、回し高校がどういうふうにして移り変わってきて今現在に至るのかっていう、この歴史をですね、分かるように配列していきますので、ぜひ回し高校の記念誌はとても楽しみにして、もういてしていただきたいなと思っています。なんかもう聞いてるだけでワクワクしてきますね。だってさっき入学式までに校舎ができなかった大野山の陸上競技場のところで授業をなさってたという第一期生だった、はい、ね、もう生でそれを聞けて、そこでもうわーってなんかこう思いが膨らん で今またこの話を聞いてワクワクし始めて待ち遠しくなります。崎見会長でも学校行かなかったんだよね。あれ？だから新しい校舎に行って言った時ちょっと話に濁したんだ。あれ最高。すぐ夏休みに入って、その後崎見会長もずっと夏休みに入ったっていうふうに聞いてますけど。ああ、もう最高。今のはちょっと教頭先生の勘違いです。素敵な勘違いですね。なんかキラキラして、会場がもっとキラキラして素敵に見えたのはもうその勘違いなのかな。なんかいい感じなんですけど、はい、高校のね、3年の1学期までは、ちゃんと学校を帰ってます。ちょっと待ってください、はい、失礼しました。1次元目は回し高校をテーマにこうずっと話していこうと思ってて、2時間目ね、テーマが逃亡したい時っていうテーマだったんですけど、私なんか感じたのかな。これは2時間目も残っていただいて話聞いた方がいいかなっていう感じがしますが、なるほど、まあ、じゃああまり校舎覚えてないんじゃないですか、ね、いやいや、もうほとんど僕らがもう2年まではちゃんと出来上がってましたから、はい、校舎はですね、じゃあ今回改めて、あ、こうだったんだみたいな感じ。もう当時の校舎はもうほとんどないです。やっぱり変わってるんですか。建て替えまして、体育館もみんな変わり、校舎も全部変わりまして、全く、ただその校舎も新しい校舎も、はい、また私また
益子高校で単位制学校なんですね、沖縄県内で。そうなんですよね。その単位制になりまして、はい、残り の, あの高校3年生でちょっとやり残したことを、またあの再入学しまして、はい、あ、それでさっき、ちょっと私もなんかやり直したいな。あ、これ自分はあのね、あの他の PTA の方の生徒、はい、生徒さんも、そういった方がやらしまして、はい、よその高校を通ってるんですけども、こういうのもできるということを聞いて、非常にまた喜んで、また再入学しようというまた奥さんも出てきてますね。したいですね。年齢制限ありですね。ありました、ありました。私もあの46で入学しましたから。あれ、私の方がちょっと先輩になっちゃってるかな。そうですか、はい、女子が何ですかね。高校どうですか、皆さん高校でやり残したこと、もう一回これやってみたいなっていうのって何かあります？もうやりきりました、高校。高校は、はい、私なんか私だけ喋ってよろしいんですか？どんどん喋ってください。そうですか、はい、私は高校生活はですね、一番の記憶として思い出深いのは生徒会にいたんですよ。とても生徒会の活動が楽しくて、でその頃のメンバーは、年一回、生徒会の顧問の先生もお元気でいらして来られますし、それが唯一の高校の思い出かな。そして売店で先生にご一緒になったアイスキャンディーのことが今でも忘れられないかなっていう感じで。私あの高校入り直したら友達作り直したいです。なぜかというと、まず一つが高校に入って、うちあのなんだろうな、ちょっと校則の厳しい学校に入ったんですね。あのちょっと なんだろうな、もうほんとビシッとしたなんかこうね、厳しい学校に入っちゃったので、でその学校よりも厳しいのがうちの親だったんですよ。なもんだから、あの生徒指導の先生に気に入られちゃって、私そんな気ないのにずっとこう真面目な優等生のお利口さんできちゃったので、なんかこう憧れてたんですよね。あのちょっと校則違反しちゃうっていう子になんか憧れて、じーっと見てて、何見てんのよって言われて、何も見てないけど憧れてるだけっていうボソッと言って先生に笑われたんですけど、ねえ、なんか道理でときめいたはずですね。はい、あ、なんかいいなーって。なんか単位制、そうなんですよね。あのこの単位制っていうのも生徒を救うものですよね。非常にいい試みだと思います、ね。はい、皆さんラジオの向こうで聞いてる皆さん、単位制って何だろうって思うでしょ。これからあの私じゃなくて先生が説明しますよ。譲り合わないでください。あ、簡単に言うと、あの普通単位足りなかったらもう1年留年して取るじゃないですか。ところが益子高校の場合は卒業式は3月で、足りなかったらもうちょっと1年じゃなくてもうちょっと延期して10月にもう一回卒業式があるんですよね。そうですね、今年も10月に3人の生徒が卒業しました。ありがとうございます。なんか1年頑張んなくちゃないってなるとへこたれるじゃないですか。でもまあ10月まで半年頑張って卒業できんだったらよしっていう気持ちになりますよね。これあの入ってから分かったんですけど、子供がなんて救世主がここにいるのって思いましたね。素晴らしい。あの進めますよって言い方もおかしいですけど、なんか素敵なことが満載ですよね、益子高校って。まあ、一番いいのはやっぱり先生方がね、そういうあの教育に熱心なもんですから、私がまた再入学するきっかけになりましたのも、当時 あの大単位制の最初の 校長であります富川先生が、どこで探したのか分かんないけど、僕の人に、ね、電話がかかってきまして、じゃあ君さん、またもう一回単位制の適正としてまた復帰してたらどうですかというあのお電話がございまして、あ、そういうのまたあるんでしたらぜひお願いしますということで、またお世話になりますということで、また再入学しまして、自分の子供より下の子供たちと、一緒に朝のホームルームから夕方帰るまで学校の方に、第二の学園生活をだいぶ延長させていただきました。どうしようかな、ちょっとちょっとそのちょっと聞いていいですか、単位制の再入学するとき受験あるんですか？
ありません。あ、じゃあなんか余計なんか入りたくなってきますね。違う。なるほどね。なんか素敵がどんどんこうもういっぱいありますね。さきみ会長のこの勉強に対する向かう向学心というか、はい、そういったものはその時の生徒たちに大変大きな良い影響を受けたというふうにして、与えたというふうにして見ています。はい、はい、あ、そうですね、当時はもうあの生徒ではあるんですけども、はい、あの太鼓の授業とか、はい、ゴルフが好きなと思ってますから、はい、太鼓の授業は私がまた先生代わりになって子どもたちにまたあのゴルフを教えたり、はい、当時あのそういう道具もないもんですから、はい、各ゴルフ場の、方々からいろんなあの支援をもらいまして、ボールとかクラブとか、はい、いろんなのあの気をいただきまして、はい、学校であの授業を体育の授業であのそれやってました。そうですよね。今一瞬忘れてましたけど体育があるんですよね、うん、きついな体育。あ、先生、はい、体育もみんなと同じ距離走るんですか。あのこの例えばあの子たち10代じゃないですか。私そろそろ大台はどっから大台なのか分かんないですけど、例えばその子たちの4倍年取ってたら4分の1で OK、 お母さん合格よとか。そうなりますね。あ状況見ながら無理させない。結構50メートル走っても吐き気してくる時がありません？ねえ、あの無理させてね、あのやる気なくすと。そうなんですよね。少しずつ。あの、そうなんですよね、はい。ステップアップしながら。はい。その子に合わせてだよね。ああ、よかった。ちょっと考えてみようかな。本当にやばくなってきますね。ちょっとよろしいでしょうか。なんかドキドキしながら振るんですけど、あの高校生活どうでした？マーシ高校での高校生活。高校生活は楽しかったですね。あ、ちょっと声聞いてるとドキドキしてくるよ。友達がたくさんいたので、はい、はい、友達はいましたね。あ、はい、私ちょっと今質問したことと全然違うこと言っていいですか、はいはい、他局なんですけど聞いてます。あ、すいません、はい、ちょっとラブコール的なことを言ってますが、他局ですけど、もう聞いてます。もうこのびっくりしました。この時間にはありませんけど、朝聞いてます。あの朝も夕方も、はい、うわ、今日休みだったんです。あ、そうなんですか。昨日は朝頑張りました。そうなんですか。火曜日お休みなんですか。いや、そうじゃないです。たまたま。あ、そうなんですか。あ、なんか今引っ張ろうとしてる私のコーナー見えました。交通情報しかできませんので。いや、もう、はい、なんか心の交通情報なんか話してみるのもいいかもしれないですね。僕たち高校の時から聞いてるよね。すいません。お父さんの車の中で。もうずっと。すいませんね。年変わらないと思ったんですが。なんか私も年変わらないかと思ったんですけど、私じゃあ先生たちよりずっと上ですか。誰が基準だ。ちょっと入ってますからね。そっかそっか。で、3年前に卒業。はい、そうです。何かにいました。普通科の普通コースにいました。あ、そうだったんだ、はい、うわ、今どんなこう、なんだろうな、どの方向に進んでるというか。今は実はですね、回し高校の事務員をしております。だよね、なんか見たなと思ったんですよ。だから先生ですよねって言ったら、いえいえ、でも私の記憶の中にはちゃんとあるんだけどなって思って。だよね、でしょっていうのも変だけど。はあ、前戻ってきました。あ、おかえりなさい。楽しい。はい、楽しいです。そうだよね、はい、先生方には、はい、あのまた留年したのって言われて。え、なんかまたでもなんかあの事務の先生方もすごい楽しいですよね、うん、あのちょっと、あ、教頭先生、あの、はいはい、教頭先生に聞いて答えが返ってくるかどうかわかんないんですけど、マハシ高校の事務の先生ってあの顔で選んでますか。わかりました。すごい綺麗ですよね。そう、皆さんね、綺麗な先生ばっかり、はい、あのそれをぜひあの、まあ、ご覧になっていただきたいんですけども、ちょっとラジオなので伝わらないので、ぜひあの思うでしょ学校に。実は、うん、あの今ラジオは映像配信されてるんですよ、はいはいはい、で、あのもう日本の各県にも届いてるし、海外にも行ってて、後であのネットでも見れるという。僕も荒垣先生も頭がこんななんですけども、これはちょっと引っかかったりしないんですか。全然もう、あの実はもう
ダメですよねこれね。最高ですよ。もう私 の計画では次ドレッドやってスキンヘッドやってベリーショートにするって言ったら子供に俺たちみんな巣立ってからしてねって言われたんですけど先生かっこいいですよ。あ、はい、ありがとうございます。もうゆるブリーナー知ってる世代の方っているんでしょうかね。あ、よく言われてよくは言われてない。あ、初めてです。いや誤解なさらないでください。ゆるブリーナーに似てるとは言ってないんですけどゆるブリーナーが私は大好きだったのでスキンヘッド大好きです。スキンヘッドが、はい、スキンヘッド似合う方が好きです。似合ってますよ。はい、はい。でな、こう会話の中で何せ私が PT 回し高校の PT 最高って思ったというか思わせてくれたのね新里さん。なんか絶対振られるだろうなと思って椅子グッと引いてますけど前に出ていただいてよろしいでしょうか。はい、新里さんは回し高校娘たちを入れて卒業させて、はい、今なんて聞けばいいんでしょうかね。私がやっぱりこう胸にグッと残ったのが恩返しで、私はもう子供たちが卒業したけど恩返しで私 PT 頑張るんだよねっていうあれがすごい残ってて、うん、あ私もって思ったんですけど1年行くのはやっとでちょっと2年目からちょっと足がちょっとね行ってないんですけど、私もこの卒業させたら新里さんのようにちょっとね行って子供は行ってないけどこれいいなと思いましたね。本当にね、はい、高校に入ってここまで高校の先生たちが子供のために一生懸命やるのかっていうのを、はい、本当に見せつけられました。本当ですよね。それがあるもんだからもう自分ができるのはもう学校のために何かできるんであれば協力しましょうということで、はい、副会長が探せなくて、はいはい、副会長として娘は卒業したんだけれども一家には副会長としていました。そうですよね。私は副会長の時に出会ってるので、はい、正直内地にいる時も PT だけはごめんなさいごめんなさいってまあねいろいろなこうねあったのでうわーと思ってたんですけど、PT のイメージが変わりましたね。うわこんなこう和やかというか活気のあるなんかこう本当にこう支え合いながらやってる PT 初めて感じたというか、PT の会議で集まる時におにぎり最高ですよね。はいもう最高、もうどこに行っても愛が溢れてる。でこの番組も実は愛をテーマに話してる番組で、でこの番組の前にやってたのが愛がベースチャンプルチャンプルっていう番組だったんですけど、で今回エリューの愛でサロブリーでいつでも愛をベースに語っていこうっていう感じだったんですけど、そしたらもう私たちのアイドルがねもう素敵な素敵な中高年のアイドルですから。いやそんなことないですよ。もう素敵素敵もう最高に入ってきた瞬間キラッとしましたよね。ぜひこれは私が読むよりもぜひもう直接お話ししていただきたいなと思いました。ぜひお願いします。そうだ、ね、はい、わかりました。はい、ではご指名をいただきましたので、はい、はい、愛がテーマということで、はい、私も今年50周年の記念事業ということで、はいはい、会長から校長先生が任命いただいて副会長という規制会のそれをやらせていただいたんですが、正直申し上げて、はい、皆様のこの心あふれる愛情、うん、そしてその時に歓迎会に先生方の4月に歓迎会がございます、学校行事として、はいはい、で私たちはゲストとして行かせていただいた時に先生方の皆様が私たち要するに皆さん保護者の皆さん、はい、子どもたちに対して何が一番大事かっていう先生の言葉の中で私たちのテーマは愛ですってよし先生がおっしゃったのです。私も別の高校で5年間会長を PT 会長させていただきました。それで子供が卒業して回し高校に携わった時に今新里さんはじめまた
会長さんたちを本当に共にその見させていただいて、素晴らしい PK の活動なさってて、はい、先生方とも本当にすごいなんかいい形でアットホームって先ほどもおっしゃってましたね、学校全体が愛にあふれて子どもたちが和やかな雰囲気で、とてもいい沖縄県独特な回し高校のイメージが、はい、良い方向に本当に高いステージに上っていってる今現在だなってことをすごく今足を運ばせていただいてすごく感じてます。そうですよね、本当に自信を持って回し高校の素晴らしさを、私中学校でちょっとサポートなどしてますけど、はい、回し高校の良さはそう簡単には入れないぞとかいう感じで今言ってます。もう本当にそれだけ回し高校のあの高台イコール、はい、本当に輝いているところにある、はい、那覇市の上に雲の上ではないんですが、はい、素敵な学校だなっていう。でも何よりも先生たちが素晴らしい、なんか本当に愛が溢れてますよね、はい、こんなに素晴らしい先生方を、私子供が6人いるんですけど、はい、もう最後の子終わってでも最後に見させていただいた我が母校は、はい、こんなにも素晴らしい学校だと感動して今ちょっと潤んでます。わかります。私入ってないけど、あ、なんか回し高校を語るときなんか熱くなっちゃいますね、はい、うん、もう普段冷静でクールなんですけどあ、なんか本当に嘘じゃなくて、はい、ちょっと私も熱くなりすぎてちょっといえいえちょっと普段打ち気なんですけど言ってしまいましたもう最高です。ぜひもうなんかこうなんか違う自分を出してってください、本当に実は私本当になんかこう回し高校っていうのは、子どもたちが本当最初ちょっとオープニングで話させていただいたように、いろんなことで傷ついて自信をなくして、もうなんかどうしていいかわからない、もう人に対する不信感だったり、もう自分を表現できなくなってたり、もう何て言うんでしょうかね、もう自己承認なんてどこにもないくらい、もう壊れちゃって傷ついて入ってきて、でそこでなんかまた自分というものを取り戻して卒業してってるような気がするというか、本当になんかもうちょっと頑張れるなくな、なんかグッとくるんですけど、本当にこうなんて言うんですかね、先生方がイメージの先生ではなくて本当に向き合ってくれるというか、しょっちゅう正面からだと鬱陶しいじゃないですか。なで必要な時はもう真正面から向き合ってくれる、本当にね、かりゆしじゃないけど真っ向勝負というか、もうそれも愛があふれるというか、押し付けではない寄り添う愛でいつもいてくれる先生たちがいっぱいですよね。ありがとうございます。もう本当にそうだと思います。はい、学校の先生方がですね、はい、表向きははい、自分の子供を生かしたい学校ってよくおっしゃることを耳にするんですよ。ああ、聞きました、はい、でこれは本音かどうか分からないんですが正直言って、はい、しかし生かせない先生方多いです、はい、その中でですね、私は今日お見えになってらっしゃる赤津教頭先生、はい、本当に素晴らしくて、はい、自分のお子さんを生かせたいっていう、それ回し高校に先生のお子さんいらっしゃるんですよ。そこまで自信のある我が回し高校だということを私から感動いたしました。そこで将来に向けてのどこの学校でもやっぱりもう訓練生ですよ、ある意味社会に出す前の、そこをですね、我が子を回し高校でこんな素晴らしい学校だっていうお父さんが自信を持って働いている場所で先生のお子さんを拝見した時、私とても感動いたしました。そうですよね、真心があって先生方一人一人が、私はもう一回高校生やり直してもいいかなって分かります、分かります、ミートゥーミートゥー、本当本当にセーラー服がなくても行きたいと思います。そうですね、もう行きますか、行きたいですね、はい、私たちの時は制服あったんですけど、今は違う形でアメリカンスクールのようにフリーなんですが、そうですね、その中でまた秩序があって子供たちが社会に出ていく準備をしてるっていうのはもう本当ある意味、ね、今日は回し高校の自慢話で申し訳ございません。なんか一緒になってこうあれでしたけど、そうですよね、私服と言いながらちゃんとなんかこうきちんと社会的なルールを取り入れながら
こういうこの時はあの聞きました、この間のあの2学期スタートする時のあの長男次男坊な長男じゃない次男坊が学校に行く時、ちょっとこの白いシャツすぐシワになるから今日こっちのシャツ着ていこうかなって言って行ったんですよ。でえって思ったけど、いやこの子の判断に任せようと思ったら、お母さん今日白いシャツ着ててよかったよって、なんでって言ったら、中にちょっとやっぱり色がついたシャツを着てった時に即座に先生が、いや違うだろうと、これは通用しないよって、じゃあ面接の時はどうなんだっていう話をしてて、やっぱり自分たちの学校に誇りが持てる、あの今どうしても大人って言っちゃうと悪いんだけど、子供に嫌われたくないって思う大人が多いでしょって、自分たちの先生はそうじゃないって、やっぱりきちっと言ってくれる、なんかやっぱりこうだよね、そうなんだよねって、なんかこうまた目から鱗だった、やっぱりきちっとするところではしないとねっていう話をして、あの次男坊が帰ってきて、よかったちゃんとなんかこのね、あの今まで先生たちに教えられてきたこと、それをちゃんと実行できたんだなって、こうもうそろそろ卒業するじゃないですか、まだまだだけども、ちょっとこう言ってみるのやめてみようかな、この子がどこまで今までこの学校で学んできたこととか教えてきてもらったことの大切さを分かってるかっていうのを親として試したかったというか、あなんかちょっと大人に近づいてきてるなって思いながら、またそこでこう学校に感謝だったり、その中でやっぱりこの今突然50周年が来るわけではなく、やっぱりこの50年間の積み重ねがやってくる、突然ではなくて、やっぱり今までの先生方だったり父兄だったり生徒さんだったりね、このみんなの積み重ねがやってくる、この11月13日これは、時間はどんなスケジュールで進んでいくんでしょうか、先生。そうですね、はい、まず、9時から、はい、沖縄クロスヘッド株式会社の渡嘉敷忠明さん、この方は真芦高校の卒業生なんですけども、はい、今インターネットの授業で非常に重要な会社を経営されてますけども、はい、この渡嘉敷忠明さんの講演会が9時から11時半まであります、はい、その後11時から先ほども申し上げましたけども式典がありまして、この式典の中で実は先ほど教育長のお話もしたんですけども、那覇市の城間美紀子市長とそれから早原町の、城間俊康町長もいらっしゃるんですね。でそういった方々のご挨拶をいただきます、はい、で今那覇市の市長さん城間美紀子市長がいらっしゃるというお話をしたんですけども、実は真芦高校、先ほどザケミ会長からもあったんですけど、創立当初はもう校舎のみが立っている感じで、グラウンドもまだ未整備でした。で真芦高校行くときにちょうど上り坂になってるんですけども、先ほども1学期の間は陸上競技場だという話をしましたけども、ちょうど梅雨の時期に当たると大雨が降るとものすごい濁流で、もう登校するのも守らないぐらい の、はい、濁流が流れて大変だったと聞いてます。それを見かねて那覇市がですね、小畑庭師コアディエサーの木とそれからヤシの木を真芦高校に無償で寄贈して、それが今非常に立派な木陰を作ってくれてます。でヤシの実はシンボルツリーになってますけども、そういったこともあって那覇市の市長さんもお呼びしています。でそれが式典が11時まで、そして1時半から2時半、はい、すみません、式典が12時半でしたね、はい、申し訳ありません、はい、1時から2時半まで、今度は祝賀会ということでたくさんの同窓生に参加していただいて盛大にお祝いをしようと思っています。参加は無料でございますので、ぜひ真芦高校の体育館にいらっしゃってください。うわ素敵ですね、なんかねいいな、行きますよ、ぜひお願いします。行きます。あいいですね、もちろん皆さん当日お会いできるんですよね、はい、うわ素敵だな、楽しみですね。ですね、ちょっとここでコメントの方を結構来てるんですよね。あどうしようどうしよう、ちょっと困ったな。ザッキーの方からコメント、さっきの続きちょっと読んでもらってもいいでしょうか。
はい、はい、そうですね、どこからですかね。結構前の方からですね。私ちょっと今回ので、あ残念と思ったのが、ちょっとここの席にいてほしかった人がいるんですよ。実はこの番組でボスと呼んでる人なんですけど、この人もすごい熱い人で、この番組をすごい支えてくれて、いろいろやってくれてる方なんですけど、ちょうど来週番組の方にね、来てくれるんですけど、もうこの場にいてほしかった。このなんか回し高校のこの素敵な、時々ちょっと話したことはあるんですけど、あまり熱く話すとひいきしてるように思われるので、ちょっと抑え気味で、ぜひ本当に直接ね、なんかこう、もう話を聞いてほしかったなっていうぐらい、はい、多分この電波の向こうで聞いてると思うんですけど、でさっき皆さんにお茶をどうぞというコメントもありましたんでね。はい、はい、ですね、ここからですね、シグナスさんから、はい、エリューさん、ゲストの皆さん、こんばんはと。こんばんは。こんばんは。洗濯を終えてから向かいますねとコメントを聞いてますね。はい、で続きまして、スカピーさん、こんばんは、はい、エリューさん聞いてますと。ありがとう。病院のベッドの上かな、どうかな、調子は元気、はい、で続きまして、タロスケさんから、のほーん、エリューさんこんばんはと。こんばんは、のほーん。はい、続きまして、京子さんからこんばんはと来ております。お疲れ様です。はい、それからですね、あ、チャラい AKB ファンさんから、へいへい、皆さんこんばんちーすと、はい、来てますね。違うでしょ、チャラくなりたい AKB でしょ。はい、でちゃんおかさんから、はい、はい、焼き鳥屋からこんばんはと来ております。え、焼き鳥屋、焼き鳥屋に行ってるんですかね。は、焼き鳥屋。聞き間違い、皆さん聞きました、焼き鳥屋。マシコの方が聞いてるんじゃないですか。ねえ、焼き鳥屋。あれ、いいな。その他にもたくさんのメッセージ来てますけども、はい、ちゃんおかさんがなんかその他の方との会話の中で、来週行くかっていうコメントも来ております。はい、ボスよろしくお願いします。はい、以上ですね。はい。はい、シロー君が、え、どこで決まってるじゃないですか。エリューの愛でサロブリーユです。このエリューの愛でサロブリーユっていう、サロブリーユは実は再び輝くという意味があって、まるで回し高校ですね。いや、俺そのものやな。確かに、確かに、そうですね。この50周年、なんかもううちの次男坊入学した当時からも50周年があるからね、50周年があるからね、もうその頃からもう皆さん助走を開始してた、準備を開始してたのを知ってたんですけども、すごいですよね、この何年間か。もうね、3年前ぐらいからもう準備進めてますけども、はい、もうギリギリにならないとみんな動いてくれないもんですから、あ、今がもう駆け込みでもうバタバタしてます、ね、なんかあとこう近づかないとこう、あれがとかっていうのも出てこなかったりしたりね。今一番ちょっと頭悩んでるのが、はい、悩んでるのは、子どもたちに、はい、学校舎とか、はい、クラブ活動の備品とかですね、はい、工具、はい、そういうのを準備するのにちょっと資金造成もしてるんですけども、はいはい、なかなかうまく、はい、集まらないもんですから、はい、じゃあちょっとここで呼びかけましょうか。そうですね、このラジオを聞いてる皆さんいましたら、はい、和紙高校、50周年ですので、はい、ぜひ子どもたちの将来のため、まあ、和紙高校の発展のためにも、また強いては沖縄県世界のためにもなりますので、ぜひ和紙高校の子どもたちのために、少しでもいいですからご寄付、また、記念紙等なんかにまた広告なども出していただければ、非常に助かりますので、ラジオ沖縄さん本当によろしくお願いします。また和紙高校じゃない人が聞いてましたら、和紙高校の友達いると思いますので、一人一人に声かけていただきまして、ぜひよろしくお願い、応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今広告って言いましたけど、まだ間に合うんでしょうか。いつまで出せば。12月、まあ 1、はい、1月でしたっけ。1月、いっぱいは広告の方は間に合います。で、はい、寄付金も、はい、十分間に合いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。その広告はよくこれぐらいで3000円とか、これぐらいで5000円とか、いろいろあるのは、それはどんな感じ、決まってなくてもいくらでもいいよ
ってドーンと怖い、いくらでも受け取るよみたいな感じですか。あ、そうですね。あのどんな感じになってるんでしょうか。はい、まああのまあ、詳細は学校の方にもありますので、連絡もらえれば。ホームページかなんかで、ホームページの方にアップしてはいないんですけども、すごい。この間ツイッターっていうので来て、ごめん私ツイッターやってないんだよねって言って、はい、やり方教えてもらってからやりますよなんて言ったんですけど、なるほど、やっぱり今はそういう時代ですね。そのじゃあどんな風に検索してどういう風に問い合わせたらいいですか。はい、回し高校ツイッターと検索していただければ、はい、回し高校50周年公式というものが出てきます。はい、はい、そこからそうですね、リプライをもらえれば、はい、リプライ、問い合わせという、あ、なるほど、はい、返信いたします。あ、なるほど、はい、じゃあネット得意な人はあの距離もあるし大変な人はあのそれで問い合わせてください。ネットに自信のない方は直接回し高校の事務の窓口に行ってください、はい、そうすると素敵な先生、本当綺麗なのよ、回し高校の事務の先生方。はい、学校行くの楽しみでだからちょこちょこ用意してます、はい、よく来てますよね。ちょっとじゃあ私もあのネット全然ダメなのであの窓口に行きます。はい、はい、あとは電話、あ、電話もいいんですか。はい、じゃあ電話したら何て言えばいいですか。そうですね、郵便先、はい、郵便先を教えてもらえれば、はい、郵送いたします。ということです。皆さんいろんな方法で回し高校と関われるチャンスはいっぱいありますので、あのぜひあの愛を届けていただけたらな。愛が溢れていけば必ず自分のもとに愛が回り回って帰ってくる、あのとっても素敵なことだと思います。ぜひ皆さんの愛が届くことを祈っております。もう少し、これからあの回し高校に、多分入学しようと思っている子どもたちですね、はい、ご父兄の方々、はい、大口寄付者は多分学校の方から何らかの、 あの恩恵もあるかなと思いますので、あの金メダルとかもらえるんじゃないですか。手作り金メダルみたいな記念写真に一緒に入っていいよとかね、まあぜひその辺の方またご検討よろしくお願いします。京都です。はい、よろしくお願いします。今入学の話が出たので、はいはい、少し個別のお話もしていいですか。いいですもう。はい、じゃあ宜野湾市の皆さんでよろしいんですかね。はい、もう今日も大変お邪魔しています。どこまで、うん、そうですね、今リスンラジオっていうアプリが新しく始めまして、はい、無料アプリを入れてもらえば、うん、日本全国どこでも聞くことができるようになっております。結構福岡の方とかあの名古屋の方とかいろんなも埼玉の方とかいろんな方が聞いてて、で実際ここにあのコメントで載ってこない方でも聞いてくださってる方ってたくさんいるんですよ。あ、そうなんだ。どんどん言ってください。 ありがとうございます、はい、ではあの少しだけあの宣伝させてください。回し高校は今一学年6クラスの学校で、1組がまあ、クリエイティブアーツというコースで、これが芸術家のコースになってます。で2組の方が介護福祉コースで、これが介護福祉士を養成するコースになっています。そして3組から6組までが普通コース。この普通コースにはたくさんのもう才能あふれるスポーツマンがいまして、ここから野球部、水球部、バスケット部、今1年生はバドミントン部がとっても盛り上がってるんですけども、ここにはすごい子どもたちがたくさんいます。でそうですね、バドミントンが今校長先生が高橋武先生校長なんですけども、バドミントンが県でも1位を取ったことがあるような方でですねすごくあの一生懸命生徒と一緒に、部活動頑張っています。で、その部活も頑張っているんですけども、あのこの2組にあたる介護福祉コースが来年度から介護福祉学科というふうにして学科改編で科になります。でここ40名なんですけども、これまで奈良市内の生徒が主に来ておりました。でそれが科になったことによって全県区の学科に変わりますので、周辺の早原町、南城市、あるいは宜野湾市、少し遠いかもしれませんが
非常に魅力的な学科で介護福祉士、福祉士、養成校、国家試験の養成校として県内唯一でございますので、またそちらをに関心がある生徒さんはぜひあの学校の方にお問い合わせいただいて、受験も考えていただきたいなと思います。クリエイティブアーツコースの方は皆さんも ご存知の通り、過去3回、全国の写真高校生写真、甲子園の方で優勝しておりまして、そのうち2回は連続2年連続がありました、写真をする、陶芸をする、絵を描く、そういったことが好きな、漫画を描く、そういった好きな生徒はぜひ真志高校のクリエイティブアーツコースも覗いてみてほしいと思います。そして今各部の部活一生懸命頑張っていますが、野球部も頑張っています、サッカー部も頑張っています。部活を一生懸命やってみたい、勉強もやりながら部活も一生懸命やってみたい、普通コース大変 おすすめです。ぜひ真志高校一つ、志望校の一つに検討していただいたらいかがでしょうか。ありがとうございました。私もうちょっと言っていいですか、真志高校のこと。先生、ウエイトリフティング、全日本ジュニア代表いるじゃないですか。イラミナリエさんですね。はい、これは荒垣先生が詳しいかな。先生。そうですね、まあ、もともとそういうウエイトリフティングやるために来たわけじゃないんですけども、はい、その当時いた体育の先生に呼び止められて初めて見て、まあ、県で、まあ、めきめきと力つけてですね、この全国大会でも上位で、今度アジアユースにも選ばれて、ね、1回合宿も行って帰ってきてですね、帰ってきましたか、はい、また2回目の合宿からそのまま、はい、アジア選手権ですかね、ジュニア選手権の方に出る、鳥肌、多良間島から来た、はい、スーパースターですね。本当にすごいですよね。同じ介護福祉科なんですよ、同級生で、次男坊と。あの子の回し蹴り最高。バシッと決まってて、うかっこいいと思って、いや、お母さんが選ばれたんだよって言って、すごいなと思いました。すごいやなんかダジャレですね、今。ごめんなさい。あとあれですよね、クリエイティブの子たちの作品ってすっごいですよね。プロじゃないかって思うぐらいの色彩感覚だったり、これってもらえるのって言ったら無理って言われましたけど、いやすごいなと思いましたね。あと介護福祉コースの子たち、今度手話のね、ねコースもありましたね、京都ですね。なんかなんでしたっけ、そうですね、はい、パフォーマンスで、はい、全国準優勝でね、はい、あの会場に佳子さまがいらしてた、あの会場に真志高校の生徒が行ってステージで発表してるんですよ、皆さん。すごいでしょ、私教えてるわけじゃないけど、すごいでしょ、んどうだってか、ごめんなさい、はい、あれもです ね、夏休みの間もずっと練習してて、はい、で福祉の先生方が3名も4名も関わっていただいて、はい、で全国大会でまさか準優勝をしてくると思わなかったものですから、あれインターネットで中継があるんですね、はい、インターネットの中継をみんなで見ながら、たまたまその時職員の結婚式がありまして、はい、めでたい席でまためでたい報告をいただいたということで、生徒と顧問の先生は大変もう感謝しております。お、素敵なことが続いている。今すごいですね、介護福祉の子どもたちの活躍っていうのはもうこの2、3年がすごくてですね、はい、もう毎年のように全国大会で何らかの、まあ、優勝、準優勝もいただいてくるという形になってますね、はい、本当になんか子どもたちがこの真志高校に行くことによって普段体験できないようなことをどんどん体験できて、沖縄から他県に行って写真コンテストにしても北海道行ったよとか、弁論にしても九州行ったよ、東京行ったよみたいな、本当にいろんな場所に派遣していただいたりとか、そこでまた新たなつながりができたりとか、すごいですよね。なんか介護福祉科の話、福祉コースの話になっちゃうんですけど、やっぱりこう命と向き合うんだ自分たちは。だから今向き合った人がにとって、向き合った人にとって自分が最後の人だって思って接したならば、誰とも無駄な時間を過ごすことはないっていうのを
1年生の時に副担だった先生が教えてくれたようで、それを今も持って、なんかこの子たちは頑張ってるって、今もなんかすごい福祉 の、 あの介護の先生に恵まれてて、あのだらなんどうしても3年間いたらどっかでこう気持ちってだらけるじゃないですか。そういうこともなく、こう向き合うことの大切さを本当に学んだ気がしますね、子供を見てると。そんな素敵な学校に出会えたこと、先生に出会えたことを親としてもすごい感謝してます。本当にありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。あの、はい、何か言い残してることありませんか？いいですよ、もう全然大丈夫です。マーシコップのことじゃなくてもいいんですか？いいですよ。あ、じゃあ、これ二次元目に持っていきましょうか。二次元目に持っていきましょうか。その前にちょっと待ってね。はい、どうぞ。マーシコップの件からね。はい、どうぞ。まあ、まあ、関連する今後ですけども、はい、宜野湾市の、僕のちょっとお仕事にね、ちょっと関係したんですが、はい、あの日清ホールディングスでありまして、はいはいはい、そこの CM やってますもんね、塚山社長、あの、はい、ランボルギーニですか、うわそうやってワーオとあるんで死んでしたけども、はい、彼があの子供とかそういう教育に熱心で、はい、いろんなことをやってんで、今回もあの校長先生とかこうあのお邪魔したんですけども、はい、塚山社長、ぜひあの大口窓を広げて待ってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピンポイント攻撃ですね。うわーとか思ってるはずし、今お俺呼ばれてるみたいなね、手震えてビールカタ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 って泡いっぱいみたいな。私ちょっと期待してたんですけど、先生なんか、うん、はい、そうですね、あの祝賀会が、はい、あの1時半から予定してますけども、はい、目的というかあの、はい、当時の、はい、職員、それからもちろん同窓生ですね、卒業生、はい、PTA 関係者で、はい、当時あっただるま、先ほども出てきましたけども、だるま食堂の出ましたね。おじいちゃんおばちゃん、今もお兄ちゃんになってますけども、はい、子供が引き継いです、2代目で、はい、そういったまた弁当業者、懐かしい人たちを、はい、集めて、そうですね、あの、まあ、現役生がお迎えするという形、はい、にぜひあのしていきたいと思いますので。素敵ですね。もうぜひ久しぶりに会える仲間に11月13日ですね、来ていただいて、もう、ぜひ参加させていただきたいと思います。夜遅くまで楽しんでいただきたいなと思っております。はい、はい、どうぞ。ですね、はい、来る10月22日土曜日です。10月22日土曜日、あ、今度の土曜日ですね。です、はい、どうしました。19時よりでしょ、はい、市高校同窓会の総会がございます。うわ、あの同窓会ってことは卒業した人じゃないですか。そうですね、うん、しかし同窓会の総会で私もこの年まで何歳かこちらに置いておいて一度もご案内いただくことありませんし、はい、本当に初めてなんですが、あのぜひあのこのラジオをお聞きの方、ぜひ同窓生の皆さん、あのお友達を誘い合わせて、はい、マーシ高校あの会議室1階の職員室のお隣の会議室で7時に行いますので、はい、現在の大城同窓会長から先ほどお電話いただきました。ぜひよろしくお願いしますということですので、電波を通じてご案内申し上げます。まあなんて素敵なラブレター最高。きっとみんな行く行くって言ってますよ。行く行くって。美人がたくさんお待ち申し上げております。ですよね、はい、まあ、なんかもう昔美人、いやキュートです。超可愛い、はい、あのどうぞ、卒業してない人言っちゃいけないんですよね。大丈夫ですよ。これから卒業するためにまた全員来てください。ちょっとなんか私全然なんかあれなんですけど、言っていいですか？来ていいよって言われるのだけを待ってる私なんで。はい、ぜひぜひ来てください。ご招待してますので。ありがとうございます。はい、ですね、あの今ちょっとこれはこちらからのおねだりなんですけど、こういう楽しいあのことがあるよと、今までの積み重ねてきたものでこういうことがあるよっていうことを今。あのね、あのお話しいただいて、これこうだったよっていうお話もぜひ聞かせていただけたらなと、うん、50周年終わった後に報告会、はい、ぜひまた来てもいいっていうことなんですか。ぜひあるやるだけ言って
もうなんかねどうザキ。いやもうその後聞きたいですよね。なんかこうだったよああだったよって山川真由美さんが有名な真由美ちゃんが、はい祝賀会が MC です。素敵な山川真由美ちゃんの、はいはい、ラジオのね。はい。いいですね、はい、もう最高素敵な沖縄でナンバーワンの祝賀会式典が行われるとも最高ちょっと学んできましょうね私もですねじゃあぜひもう来ていただけたら嬉しいなってそうですよね今日なんか慌ててしまって、はい、なんか手土産にブエノチキンも持ってきてないしノーカンジも持ってきてないしもうちょっとそれできっとあと1回来てくださいっていうそういうわけじゃなくてできればあんこものがいいかなごめんなさい全然なんかそんな意味じゃないんですけどうーんとか言いながらいや本当にこんなに楽しいこんなのあるよとかみんながそこのなんかねいろんなカラーを持った個性を持った人たちが今までいろんな生き方をしてきた人がこの目指すところを一つに焦点絞って今向かってるわけじゃないですか、うん、それを向かっててそこに向かってたどり着いた時に何があったのかっていう話聞きたいですよねいやそれ報告しないとちょっとまずいでしょまずいですよねでその報告し終わった後はみんなでビールですかはいもちろんじゃあなんかこうおねだりしたような感じではございますが本当その日程を決めていただいてぜひ当日迎えると皆さんもなんかなんか達成感でもうふわっとなるので当日迎える前にできればいついつ火曜日行きますというのをいただけたら嬉しいかなと思います、はいはい、ぜひよろしくお願いしますありがとうございます本当にありがとうございますじゃあぜひよろしくお願いいたします、はい、てなわけで、マーシ高校の50周年あとマーシ高校の愛あふれるトークどうでしたでしょうかではねこれは第2回ハイバル町平和コンサート、はい、皆さんご存知の有名なアシャカリとかも行きますか、はい、ステージフェスタの話しなくてもいいですかいやそうですね、今から行ってからにですね、このままじゃあ9時まで行きますかで一応、テーマが、統合したい時っていうのがあるのでそれに絡めながら行事あるとやっぱり逃げ出したくなりますよねとか振っていくので逃げ出したいことって、はい、多分京都先生今逃げ出したいでしょ忘れてたからここの後半の部分も聞いてないし回しメストはいい聞いてない回しメストはの案内をしてないあ、リストママさんからメール聞いてるんですけどあ、じゃあメールからメール書いてますか、はい、で、はい、ダナメはい、これよろしくお願いします、はい、はい、OK ですじゃあこれ読んでみますあ、そうなんですか僕、もう入会ないかもしれない、はい、そんなことない私も出るんですスルちゃん読み聞かせのところですか OK ですこんな有名な方に全然出るの辛いんですけどすいません、もう一度お名前教えていただいていいですか書いてもらっていいでしょうかはい名刺あります。私今日名刺枚数足りないんですけど、すみません。名刺いただいて。エリオと申します。よろしくお願いいたします。遅くなりまして、本当に申し訳ありません。写真。よろしくお願いいたします。すみません、今日名刺が足りなくて。この辺の分だけは。じゃあ。エリュと申しますよろしくお願いします新里さんに聞いていただけたら携帯電話わかりますはいじゃあよろしくお願いいたします一緒に選択しました、はい、ですねはいよろしくお願いしますなんだっけラナウェイなんだっけシャネルズ会社の方も会社の方もはいわかりましたよろしくお願いします。ラナウェイに切り替えてもらっていいでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。びっくりです。だからびっくりですよ。私ごときの名刺渡すのなんですが、よろしくお願いいたします。こちらから会議の時に、ゾウセンターへ電話ありますね。ラナウェアズ情報。シャネルズはないですけど、うん、他の人のラナウェアズは大丈夫です。はい。じゃあ行きます。よろしくお願いいたします。新里さんが携帯番号を知ってますよね。はい、あの流します。残れる方このまま2次元目まで。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、はい、これラナウェイ。ラナウェイって聞けないですけど。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。皆さん、皆さん、二次元目スタートです。ですね、話が盛り上がって20分、延長しておりますが、2時間目のテーマ、逃亡したいとき。あー、もう逃げたいわ、もうやめたいわ、とんずらこきたいわ。ありますね、エスケープ。そんなとき、あるよね。まあ、ありますね、やっぱり。どんなとき？どんなとき、失敗したときとか、ミスったときですかね、やっぱり。あー、はい。もう消えたいとか。そうですね、ちょっと恥ずかしすぎてもうこの場からいなくなりたいみたいな。なんかさ恥ずかしいっていう感じでの逃亡したいっていうのはまだ可愛いじゃない。ああ、そうです ね確かに。だけどうわこれはちょっとなーっていうような時のは本当消えたくなるよね。本当あります。過去振り返ってもこれだけはちょっとなーっていうものがあれだけは思い出したくないぐらいのものって残ってるよね、記憶にね。なんか苦い記憶の方がやっぱ残りますからね。お腹なりそう、はい、お腹空いた。そんな時も逃亡してラーメンでも食べに行きたいって思ってしまいますが。ボスことちゃんおかさん、今日は逃亡して焼き鳥屋です。今もまだいらっしゃるんですか、焼き鳥屋。できれば私、初がいいですけど、届けてくれる距離でもないですね。残念。つかぴ、こんばんは、エリオさん聞いてますよ。聞いてくれてありがとうね。はい。シロくん。マーシ高校50周年、熱々って、そう。熱い思いの人がたくさん集まっているんですよね。つるくん、ゲストがいっぱい。そうだ、そうなんですよ。今日マーシ高校のね、50周年に向けての、ちょっとね、お話をして、くれる方がたくさんいらしてくれました。言葉探しながらだったので、たどたどしくなってしまいましたが、遅くなりました。今日忙しかったのかな、つるくんね。前半戦の方はどうぞ後でネットで見てください。逃亡したい、逃亡したい。ですね、回し高校の先生方にね、ちょっと残っていただいて、一緒に逃亡したい話をちょっとしていきたいなと思いましたが、やっぱり一発目、新里さん、逃亡したいなっていう時って、あります？この頃。この頃。はい。この頃はあまりないですね。ああ。じゃあこの頃じゃなくても、この頃は幸せです。うわほーいいですね。みんな大きくなって、あそっか、育て上げたっていう、素直綺麗なお嬢さんですよ。ありがとうございます。自分の子供たちです。ねえ、お母さんにですよね。お父さん見たことないからなんですけど。主人にいらっしゃるんです。あ、本当？主人に似てみんな美人だそうです。でもなんか目の感じとか鼻の感じ見るとお母さんかなって思った。お父さんになるの？人が言うとそうらしいです。綺麗。後で私写真撮ってフェイスブックにアップします。ちなみに私も写ってますからね。新里さんのお嬢さんだけじゃなくて私も一緒に写ってアップします。もちろん教頭先生も会長も一緒にアップします。はい、僕たちの後でトリミングして。じゃあハートマークで囲っておきましょうかね。じゃあこの頃はなんか逃亡したいことはないと。この頃はないですね。ああ、はい、なるほど。会長、いや今の元気よくから逃亡したいですね、もう早く。ですよね。もうね、
このなんかこうもうラストですもんね、ラストスパートこうかかってる、もうラストスパートもう、はい、学校もせんといかん、仕事もせんといかん、酒も飲まんといかん、もう大変ですよ。あとはいいんですか？まあ、あといいですね。あとはいいんですか？慣れようよ、そんな。何もあとしよう、そんな大人の会話は。ついつい引っ張られてしまう。京都先生。僕はですね、はい、今高校にいるので、はい、高校時代にすごく恥ずかしかったのは何かっていうと、はい、あの男子と女子交互に席座ってるじゃないですか、はい、ってそうするとある時期というかその、まあ、時期だったんでしょうね、すごくもう3時間目4時間目に、まあ、お湯弁当の前ですか、はい、弁当の前にクーってお腹が鳴るんですね。これがもう自分でも聞こえるぐらいグーッと鳴るのが何日かあるいは 何週間まで行きませんけど何日か続いて、え今日もなんか隣の男のなってるぜみたいなことで女の子きっと隣前後ろ気づいてただろうなと思う、はい、あの時はとっても恥ずかしかったですね。で翌日もああの絶対にならないようにしようと思ってるんですけども同じ時間になるんですよ。多分朝ごはんを食べる時間をずらすとかいう人文があればよかったんですけども、はい、だいたいバスがあるから出てくる時間って決まってるし、はい、朝食取る時間って決まってるじゃないですか、はい、だからいつも同じ時間にものすごくお腹空いて、お腹空いてきた、そうなんですよね。キューってなる、これがもうとにかく恥ずかしくて恥ずかしくて逃げ出したかったっていうか、もう知らんふりしてましたけども、まあ耳真っ赤になってるのできっと隣とか後ろは気づいてたと思うんですけども、なんかあの教頭先生今もなんかシャイな感じしますもんね。あ、まあまあまあ、後ろめたいことがたくさんあるので、そういう意味ですか、はい、なんかあの高校の時確かに中学校の時やっぱりあれでしたね、お腹グーって、なんか朝ごはんをちょっと食べていかないと2時間目終わったら、朝ごはんしっかり食べていっても3時間目終わるとお腹すくみたいな、そうね、ありましたけど、でも高校に入ると1時間目終わったらおやつ食べて、2時間目終わったらあの早弁して、3時間目終わったら売店行って、4時間目行ったらどっかに買いに行くみたいな感じだったので、ずっとお腹いっぱいの感じでした。どうでした？そうですね、私はあまり食べなかったので、すいませんすいませんそっか、はい、そっか。新里さんは？私は大食いですね。私ご飯が好きです。ご飯好き、あのおかずの量よりご飯の量、そう、はい、ご飯と味噌汁と漬物だったらもういい、はい、何好きって言われたら白いご飯入るともう、あーいいなー、はい、あーいいですね。食べ物の話に言ってますか会長？いやもうほとんどあの米はなかなか今避けてはいるんですけど、炭水化物はね、はい、なかなか今避けて、はい、もうおかずと、はい、ちょびちょびとビールと、はい、お酒があれば自分でございますなるほど一応管理しながら、本当なんか無駄なものついてませんもんね、なんかすっと最近ちょっとね、はい、少しあの腹の周辺に少し溜まってますけど、ああ私今日も来るときね、この服太って見えない、うん、いつもと一緒だよって言われて、どういう意味って、まあいつもと一緒だよってだからどういう意味、まあそのまんまってことかなって言われて、聞いても無駄かと思って来ましたけど、まずはい、あいいですか、はいどうぞ。今スタイルの話だったら、今日あの、はい、会長がお召しになってる、はい、この会誌ウェアなんですけども、はい、どうですかね、これ素敵ですよ、ですよね。あのこれ50周年で、はい、みんなで職員でみんなで着ようって言ってあの作った会誌ウェアなんですね。それを PTA の方とかあるいは同窓会の方にも少し呼びかけて、まあ、一緒にあの購入される方、ご希望の方が いらっしゃったらぜひどうぞということで、あ、まあ、今募集は終わってしまったんですけども、これ式典の時にはですね、これを着た、ダメなんですか？あ大丈夫です、はい、追加注文ね、はい、L と M ください、うん、L はどなたか、え、突っ込まないでよ、ちょあー逃げたいあー逃げたい、うっかりですね、プレゼントのする品をですね、男性用で持ってきてしまった、女性用じゃないんですけど、女性用があったのね、はい、じゃは L は男性用が欲しいんですけどこれはエロ？違うんですよ、そこで M って言うんですよ、きっとなるほど、はいって書いてます、作ったんですね、で、はい、とてもあの素敵なあのデザインをしてもらって、はい、あのちょっと宣伝しても大丈夫なんですか？大丈夫ですよ、どん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 
はい、あのメーカーは双葉さんというところで作ってもらいました、はい、ぜひですね、あの大城社長大変お世話になりましたけども、はい、こんな素敵な軽石を作っていただける会社なので、はい、また皆さんも利用していただきたいんですけども、ただ大城社長ありがとうございます、はい、とてもモデルもちょっといいよね、モデルがいいですね、素敵です、はい、なんか本当にねえ、はい、もう でもこんな一品もって、うん、あのすごく丁寧に作っていただいたので、その式典当日は、はい、あの職員 PTA の方、同窓会の方、たくさんこれお召しになっていただけると思いますので、じゃあ私も着ていこうかな、軽石、ね、なんか式典っていうので着物着ていこうかな、時間大変だなとか思ってたんですけど、女子用が綺麗だもんね、女性用がまたラベンダーの色で綺麗なんですね、もうびっくりする、僕男の僕が来ても見てもすごく、まあ、皆さん綺麗になるなと、来ただけでも綺麗になる、聖子さんが作ってた、うわ素敵ですね、楽しみです、じゃあ、 あの男性 L 女性、私 M で間に合うかな、 L かな、聖子ちゃんなんていうかな、聖子ちゃんと一緒ぐらいやろ、いや結構私ガタいいんですよ、いやもっとガタいいのいいのもてなことで、ちょっと逃げたくなってまいりましたがですね、そうなんですよ、あのさっきね、あのちょうどあの1次元目が終わった時に教頭先生にツッコミが入りましてね、実はあの回しフェストの話しなくていいんでしょうかっていう話した瞬間イエーイイエーイって思って、これ二次元目のテーマにぴったりですね、教頭先生逃げたいですよねっていう話をして、あのぜひ回しフェスティバル、はい、今度の土日ですよね、今度の土曜日日曜日、はい、まあ、日曜日がメインなんですけども、はい、回しフェスティバルフェスティバル2016というふうにして、はい、各クラスで全ていろんな出し物をしようということで、はい、ステージを、ステージ祭、舞台祭を組んでおります。で今一生懸命生徒たち練習しているところなんですけども、はい、今週はもう放課後通園部それに当てまして、で生徒たちがその日頃の練習の成果をパフォーマンスを、日曜日に、今度の日曜日に、お見せしますので、学校の方にぜひいらしてください、はい、楽しみに。土曜日はメインが日曜日、土曜日は何をするんですか？土曜日はリハーサルになります。あ、なるほどね、はい、じゃあ日曜日行けば OK なんだ。はい、時間は9時から15時となってあります。9時から15時、お昼どうしたらいいんだろう、なんか販売 します？しない？販売食べるのありましたよね、カレーとかそういうの。あ、今回販売はなし。でもあります、近くにだるま食堂さんもあります。前には、はい、無理しないかと思います。教頭先生最高。皆さんお腹空いたらだるま食堂にレッツラゴーでございます。はい。最高、だるま食堂、はい、ちょっとあのねま弁、ねまさんっていう警備の方がいらっしゃるんですけど、ねまさん、ねまさん、働き者のねまさん、はい、いつ寝てるのかなと思うぐらい、朝もいらっしゃるし夜もいらっしゃるんですけども、昼は弁当を持ってきてくださって、で生徒たちもたくさん人気があって、ねまさんのお弁当美味しいって子供から聞きました、ボリュームもあって、はい、どちらも美味しいです、本当にだるま食堂さんも美味しいですし、ねまさんのお弁当も美味しいです、美味しいです、今聞くとお腹がもう最高です。もうお腹すいた、もうこっから逃げてもう食べに行きたい、はい、なんか差し入れを持ってこなかったことが全然全然全然、はい、大丈夫です、あります、みかんとチョコレート、あ、チョコレート、うわ、はい、うわ、はい、ありがとうございます。じゃあこのフェスティバルは9時から15時、はい、15時、15時です、つまり3時までということで、はい、体育館でやるんですよね、はい、体育館です、あ、体育館だけで、はい、体育館は土足厳禁ですよね、はい、スリッパとか持ってった方がいいですか？そうですね、靴下着用でお願いします、はい、そうだよね、はい、なんかね、あの手の油は手アンダギーって言うじゃないですか、足は何て言うんですか？サタアンダギーだね。ダメだ、もうなんかもう面白すぎて。どうなんですかね、足跡つけていく人もね、いたりして、皆さん靴下は必ず履いてってくださいね、履いていけない人は持ってってください、はい、はい、そうか、なんかもうあの学年は1年生から順に発表していくんですか？
多分発表順はくじ引きかなんかで決めて、はい、いくと思います。なんか楽しみ楽しみ。じゃあちょっと行きましょうね。お弁当作っていこうかな、はい、なんかこうめったにないじゃないですか、それになんかこう行事って。そんな時ぐらいなんかしたいですよね、うん、いやまたまた楽しいことが増えますね、はい、先生方はなんか出し物とかされないんですか、職員の方。あ、その顔はしないんだな。ちょっといえ職員の方はきっと何か考えてると思うんですけども僕たちの方には僕に教えてくれないのであれシークレットでなるほど用意してると思います。なるほど、はい、おかげなちゃん。もうシークレットのことがたくさんありまして、はい、去年もそうだったんですけども、はい、ハロウィーンの時にその当日にですね、あの先生これあのかぶってとって言われても何だろうと思ったんですけども、かぶらされてですね、その日午前中はあの先生その状態で、はいはい、あの部屋真ん中に座っとけということでかぶり物を校長教頭2人でもうずっとかぶらされて、はい、最後までまた写真記念撮影まであってですねもうその時は逃げ出したくはならなかった。いえ、もう生徒たちも楽しみで見に来るんですね、職員室。みんなどんな顔かぶり物させられてるんだろうということで。ってことは今年もハロウィンといえば10月31日にやるんですか。はい、その時期にですねハロウィンコンテストがあるんだよね。はい、うん、お昼休みにあります。あ、じゃ行っていいですか。はいあの去年一昨年は見に行ったような気がしますね。お昼休みまでずっとその格好で先生方も生徒も、はいはい、いるんですけども、まあ、ある年あの生徒の 子、はい、子がバス登校する時からその格好をしてきて、ちょっとバスの中でその格好まずいだろうということで、それはあまし控えた方がいいんじゃないかということで学校に来てからやりましょうねということには一応なってます。ただあのハロウィンコンテストの日周辺マーシュ高校周辺ではいろんな格好をした色ねとか生徒がいると思いますけども、あれ皆さんみんなあのマーシュ高校の生徒ですので、あと、はい、温かい目で見守っていただきたいと思います。え、あの見に行こうよ、何時に行ったらいいんですか。いやもう朝からやっ、あ、その格好で登校してきて、うん、お昼まで一応ね、はい、コンテストがお昼にあるのでお昼までその格好で授業も出て、はい、子供たちはね、もし親が見たい時は何時頃行ったら、あ、お昼に来ないといけないのでですね、お昼に、はい、12時半から1時半ぐらいまでの間にいらしてください。じゃあちょっとスタンバって、うん、そうですね、はい、駐車場はたくさん益子校広くて、はい、駐車場たくさんあるんですね、はい、ぜひあのいらしていただきたいと思います、はい、もう行きます。親は格好していかなくていいんですか。あ、大歓迎ですどうぞどうぞ新里さんしていきます一緒に本当なんか変な、あら、エリュさん何それみたいな、ちらっと見られたら私、それこそもうあのランナウェイですよもう逃げますよ。はい、1年の時ですね、はい、このハロウィン分からなくて、はい、娘連れて行ったら先生がもうすごい格好してるんですえ、何今日それもしかしてあの今ギロアン高校の応援団長、あの人ですか。某あの人ですよね。ちえちゃんじゃないの。あ、いいんですか名前出して。ダメだったごめんなさい。サンシャインちえちゃんなんか授業もレオタードでしたっていう話聞きましたけど、ギロアン氏だからいいんですよねこれね。あ、いいんですよね。いや、すごいすごいすごい方ですよ。あの人はパワフルですよね、うん、だってあのフルマラソンもトライアスロンももう本当ね、いろんな、うん、もうドキッとする発言ももうキラキラした方ですからね。もうサンシャインです。高校野球の応援のスタンドでも一番目立ってますよ、はい、応援団長ね、はい、あのいつだったかな、三栄で会いましたよ。紀ノ湾高校の生徒さん連れてなんか募金活動してて、なんか、うん、はーってなんかお互いにわーって言って、多分お互いのわーの意味は違うんだろうなと思ってから毎日のハロウィンみたいな形そうだよね、うん、でもすごいですね、転勤してっても、うん、もうなんかこう話題に上る先生っていうのは可愛らしいですもんね、うん、ほんとちえちゃん、なんかちえちゃん本当にねキラキラしてますもんね。ただ知恵先生が語るばかりではなくて、はいはい、いつも益子高校のことを気にかけてくれて、はい、ずっと益子高校のことを気に関心持ってくれて、たびたびもう遊びに、もう頻繁にいらして、あの励ましてくれる生徒たちまだ覚えてますので。そうですね、はい、今のちょうど3年生ぐらいまではね、そうですね、うんうん、そうしたもう彼女の周りは生徒がいつも人ばかりっていうことで、でこうかけて、はい、あの
くれることもすごくあったかいもんですから、ね、生徒がまた頑張ろうって思うんですね。ねえ、はい、ちょうど英語の授業を持ってもらったのかな、うちの息子で授業参観の時がちょうど英語で、なるほど、おおと思って楽しい授業でした。宜野湾高校ではどんな授業してるのか、なんか覗いてみたい。宜野湾高校の生徒さんとても幸せだと思います、はい、今素敵な先生たちもたくさん宜野湾高校いらっしゃいますので、ててぜひも宜野湾高校も盛り上げていただきたいと思います。なんかきっと引き寄せで、そうそうそう、ね、先生引っ張ってるのかもしれないですよね、うん、なんか楽しそうでしたよ、その募金活動、うん、うん、うわそうなんだっていうか、そうなんだって何がそうなんだなんかよくわかんないけどなんかなんか楽しいですよね、うん、はい、突っ込んで突っ込んで言えなくなるじゃないですかでも本当にインパクトがね、何だったのかな、なんか説明会かなんかの時に会って、なんかこうお互いに一目惚れ状態でしたよね、うん、はい、とてもちょっと PTA の担当の先生だったと、そうですね、入ったばっかりの、はいはい、そうでした、そうでした、はい、そんな感じでございます、はい、はい、あと何でしたっけ、一類教頭でこっちのはい、なんかありましたよね、何か話そうとしてましたね、ねえありましたよねうわマーシ高校は、はい、さっきからもう話題に出てますけども、はい、すごく生徒の自主性を尊重するところで、今ハロウィーンの話が出てきたので、はい、朝から生徒はそういった格好で授業に出てますよという話をしたんですけども、はい、実はオンオフっていうものはしっかりしようということで生徒たちにも話していまして、先ほど少し話が出てきましたが、始業式の日は私服ではなくて式服といって、ワイシャツに白いワイシャツに下のスーツ、はい、あとはスカートということで決めているんですね、はい、で生徒たちに最初呼びかけていたんですが、これが年々生徒たちも意識するようになって、今度の始業式2学期前期後期あるって3学期生じゃなくて真志高校2学期生なんですけども、はい、前期の始業式はほぼ全員がこの式服意識して白いシャツに黒いスーツということ格好で着ていました。真志高校の三つ校訓が実習というのがまず最初に来ます、はい、そして敬愛、はい、他人を敬って、そして、はい、隣の先輩方を敬おうという自主、敬愛、実践という3つの校訓からできています。実践はもう文字通り学校で教えてもらったことを、はい、最後に社会人として実践できていく、実践する力を養っていく、そういった学校を目指しています。で、この3つの校訓を目標に生徒たち今頑張っていて、何度も話出てくるんですけど、ちょっと中学校で厳しかった子どもたちも真志高校に来ることによってスポットライトが当たって、で自分で考えて自分で前へ進んでいこうという気持ちになって、卒業していきます。とってもいい学校ですので、ぜひ皆さん真志高校、真志フェスティバルもこの後あります、ハロウィンコンテストもあります。で式典は何度も申し上げますが50周年記念式典祝賀会が11月13日日曜日にございますので、学校にお越しいただければと思います。でちょっと一つだけもう一つだけ宣伝させてほしいんですけども、講演会ってなかなか人の学校で行われる講演会ってなかなか聞きに行く機会もないし、まあ宣伝する場所もないので、なかなかどんな学校でどんな人が講演しちゃってるかっていうのはなかなかないと思いますので、聞きに行く機会もないと思うんですけど、先ほどちょっと話しました、真志高校の卒業生の、沖縄クロスヘッドの会社の株式会社の渡嘉敷忠明さんが今度の講演会の講師になっています。これぜひ素晴らしい講演になると思いますので、ぜひお近くの学校の先生方、ちょっと授業日曜日ですから授業ないですね、先生方それから生徒さん見に来て、あるいは聞きに来てもらえないでしょうか。大変素晴らしい講演になるかと思います。なかなか聞くことのできない講演になるかと思いますので、講演会も真志高校の生徒と先生方だけではなくて、地域の方々、地域の学校にもの方にも聞いていただきたいと思いますので、ぜひいらしてください。席の方は十分用意できないかもしれませんが、用意できても用意します、はい、2階のギャラリーもございますので、ぜひ講演会の方皆さんで聞いて、素晴らしい方が沖縄にいらっしゃる、素晴らしいリーダーが経営のリーダーがいらっしゃるということを
聞いていただければと思います。前夜の回し高校に11月13日講演会は9時から10時半までの予定ですので、いらしていただければと思います。なんか本当盛りたくさん、はい、素敵がいっぱい、はい、ねえ、はあ、いいですね。なんか本当に何度もこう出てくるように、もしかしたらなんか今日本当この逃亡したくなる時ってどんな時ありましたなんて話をしたんですけど、もしかしたら本当に回し高校にあの入ってきた子たちって、もういろんなこの今までの出来事、この社会の中でというか学校の中でとか家庭の中でもそうだろうし、そういうところからもうどうにかどうにかもう助けを求めてたどり着いた場所なのかな。みんなきっと聞いてると、大げさだよ何それって思う人たちもいると思うんですけど、でも実際あの回し高校に行ってみるとそれが伝わるかなと思うんです。やっぱりこう入学してきた当時の子どもたちの目と、あの日々学校で暮らしていって2年生に上がった時、そして3年生に上がった時、みんな表情が変わってくるというか、もう夢とか希望とか、もしかするとこの子たち持っては来てないだろうなと。だけど、あ、いいんだ俺たちここで頑張れるんだとか、頑張るってこういうことなんだ、頑張ってそこから逃げないことで生まれてくるもの、出会うものっていうのはこういうことなんだっていうのを、あの子たちはあの高校に入ったおかげで、回し高校に入ったおかげで、そこの先生たちと出会ったおかげで、きっとそれを感じて生きていく力をつけているんだなって私はすごい感じました。あの全くこれはなんかあのお世辞でも何でもなくって、実際あの感じましたね。はい、そんな中であのやはり傷ついた子供を守りながら生きてきた親も一緒に傷ついているので、その親もまたこの高校に子供を入れたことによってその傷が癒えてったりとか、また人を信頼できて先生を信頼できて、きっともしかするとそこにたどり着くまで学校を信じてない親はたくさんいると思います。私もその一人でした。でも回し高校に出会えた時、私はっきり言いました。私は学校を信じてません、今まで信じてきていませんでした。だから一人で子供を守ってきました。でもやっと肩の力が抜くことができました。本当にそういう学校があるんだなということを感じた出会いでした。はい、こんな、なんていうのかな、素敵な時間をあの新里さんとあの出会えたおかげで、あの連絡をいただけたおかげでね、私もそうだし、きっと電波の向こうで、あ、こういう学校あるんだな、こういう出会いもあるんだなと、あのある意味子どもたちに高校を選ばせるときっていうのは、あの私自身親として感じたことなんですけど、親のエゴだったり見栄だったりで高校を選ぶ場合って多いような気がするんです。だから子どもはちょっと何をしたらいいのか見失うのは、自分のしたいことではなくて親のエゴも絡んできたりするから、自分の進みたい道が見えなかったり足元が見えなかったりしてくるんだろうなと、あのそれをとても強く感じたり学べたこの3年間でした。本当に回し高校に私は感謝以外の何物もなく、あの本当にありがたい、本当にありがたい出会いでした。ありがとうございます、はい、最高なお言葉ですね、はい、すごく嬉しいです、ありがとうございます、はい、それで、はい、逃亡と書きまして、はい、回し高校と答えます、はい、回し高校の生徒は決して逃亡しません、はい、本当になんか一人一人が望む幸せだったりにたどり着くための生きる力を回し高校では本気になって寄り添いながら、決してあのなんだろうな、あの目を離すことなくというのか、心をあのそらすことなくというのか、いつもそうやって一人一人を見てるなというのをとても感じましたね。そうですね、はい、子供と対峙する時には対峙することも大切です、はい、でも回し高校に来たら対峙する
ばかりではなくて、はい、寄り添って手助けをしてくれる先生方、まあ、たくさん先生方がいますので、はい、その子に合った、はい、その子と気の合う先生方きっといらっしゃると思います、はい、もう本当に先生方がそういった気持ちで普段から生徒に接していますので、ぜひ和紙高校に来て、和紙高校がどんな学校か皆さんに知っていただきたいと思います、はい、本当ですね、知ってほしい、本当に知ってほしい。回し高校、本当は目標が、私この学校に子供を入れた時に回し高校のドキュメントを作りたいって言ったんですよ。ところがいろんなことがあって全然そこにたどり着けなくて、子供が卒業してからでもいいのかな、なぜならばそこに回し高校があって、そこに入学してくる子たちがいて、生活して巣立っていく子たちがいて、それは別に自分の子だけではなくて大きな意味で本当に大きな家族なんだなって思ったら、それにやっぱり取り掛かりたいなと思ってます。50周年を記念して、その ドキュメンをぜひやりたかったですね。それも聞いてたので本当にやりたかったなと思いました。ここに来ながら、はい、その話をしてきたんですよ、ね、そういったのを作りたいっていう話してたよ、はい、はい、今日私の目標は絶対この2時間泣かないぞって決めてたんですけど、もう結構きついですね感極まるというか、もうグーってなるので、なんか本当にありがたいというか、素敵な時間を私も今日いただいたなと思います。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、ね、本当にそういう人も、ね、本当にもう回し高校でね、こういうふうに皆さんお付き合いできましてね、はい、これからまたよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますぜひ50周年終わりましたら、熱が冷めないうちにいらしていただいて、また2時間熱いうちに、はい、ぜひすぐ呼んでください。すぐ呼んでまいります、はい、本当いついいですか、13日日曜日、はい、で次の週に行きますか。13の次って20日ですね。20日、21、22が火曜日だと思いますか。いけますよね。はい。いかがでしょうか。はい、じゃあ22日の火曜日、22ですかね。22です。はい。じゃあ22の火曜日はもうこの報告会というか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に一つ。はい、どうぞ。伊江島の那城副村長。マシ高校応援よろしくお願いします。あ、伊江島副村長がマシ高校の卒業生、はい、あら、まあ那城村長が、すごいですね。村長よろしくね村長副村長、じゃあ村長も一緒に協力してね、よろしくね、はい、というわけで本当に今日2時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、ね、こんな長い時間、いえいえいえ、ありがたいです、はい、まあ、本当に貴重な時間ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ当日伺います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にね、なんかこう2時間楽しくこういろんなね思いを話してきたわけでございますが、残すところあと3分ねえ、あっという間のエンディングになってまいりましたね。皆さん、今日はちょっとねコメントの方全部拾えなかったかもしれないけれども、なんだろうな、みんなとコメントが拾えない時もあるかもしれない、でも愛は伝わってるかなと私は信じております。はい、さっきそっちからボスの感謝感謝だなの下の方のコメント読めますでしょうか。はい、はい、そうですね、ボスの言葉を広げましたね、はい、今日は逃亡して焼き鳥屋ですと来てますね、ボスから。なるほど、はい、なんか誰かがなんだこりゃーってなってるのは何に対してのなんだこりゃーだったのかな、途中参加だったからこう意味が取れなくてなんだこりゃーだったのかな。いや、多分多くのゲストに驚いたんじゃないですか。あ、なるほどね多分ラジオネームからいくと初見さんかなっていう感じがしますが、どうぞこれからも末永いお付き合いよろしくお願いしますね。お願いします。シグナスさん、ちゃんかさんこんばんは、元気ですよっていう会話が載っておりますが、ボスの方からよかったよ、きっとこの2時間がね
とっても愛あふれる方たちが多いので、ここのリスナーさんは、で特にボスなんかきっとうるうるして聞いてたんじゃないですか。もうだから参加してくださいよ、もっと。はい、シグナスさん、皆さんお疲れ様でした、ボスの方からも皆さんお疲れ様でした、最後にお茶でもどうぞと来ております。はい、タロちゃん今日も一日お疲れ様でした、そうですね、なんか本当に愛あふれる、愛を感じる時間だったな。私もなんか今までちょっとこう孤独を感じてたんですよ、実は。私あの PTA の方にも行けないし、ちょっといろんなことがこう立て続けにあって、ちょっと本当のこと言うと私くじけそうになってましてね、なんか今日本当に回し高校に触れることがまたできたおかげで、なんかよし、また斜め上見上げてガッツポーズ取っていくぞと、そういう気持ちになりましたね。本当のこと言うとね、ちょっとねへこたれてラジオもやめちゃおうかなーなんて。はーいね、なんかそんなねぼやきもなんか出てきたエリューでございましたが、なんか今日やっぱり良かったなーって、やっぱりなんかねみんなつながってるなって思いました。で今日なかなかねザッキーと絡めなかったんですけど、はいはい、後ろで見守ってくれてる感がすごい感じましたね。ありがとう。あ、いやいや、こちらこそとてもいい話を聞けてよかったです。はい、なんかもうありがとうね、はい、なんかこうちょっとなんかこうカミカミになるときに大丈夫だよエリューさん、そのままでっていう感じがね伝わってきましたよ。 ありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。なんかこの1週間ね、みんなまたいろんなことがあると思います。いろんなことがあるけど、絶対さ、最終的にはね自分の望む場所にたどり着けると思います。本当にこれからもみんなで頑張っていきたいね。はい、では皆さん来週も楽しく過ごしましょうね。みんな愛してるよ。皆さん愛してます。あ、そうだ、言っとかないと、来週ボス来ます。パワフルな2時間になると思います。すべて丸投げボスによろしくお願いします。てなわけで皆さんおやすみなさい。まだまだの夜は長いかな。じゃあねー。